にぎやかな声がもう聞こえてきますよ。こんにちは。こんにちは。すいません、テレビ金沢の守屋と申します。はい、今ちょっとお時間あったりしますか？私たちあの金沢に住んでなくて、え、私はもともと金沢なんですけど、沖縄から帰ってきて今遊びに来てるって感じ。すごいね、そこから登るんや。はい、お名前は長峰純平。ひこちゃん何歳ですか？2歳。2できるな、すごいね。純平は4歳。平日のこの時間にファミリーでいらっしゃるっていう、ちょっと珍しいなと思って。なかなかないですよね。私はもともと沖縄と金沢のハーフというか、で職場が沖縄なので、なんかなかなかね、沖縄こういう感じの公園がなくって。あ、そうなんですか。だからすごい帰ってくるたんびにここに遊びに来てます、いつも。しかこれぐるぐるって走ってるだけで楽しいんだ。そう、ここだからいつも来たいって言ってます。あ、ここに好きなんですね、ここが。はい、今からこのカメラでみんなのこと撮りたいなって思うんだけど、好きな場所とか好きな遊具はあったりする？うん、ここ。ここ。はい、目パッチリ開けてね。